鹿島アントラーズ対横浜 F マリノス。解説には元日本代表の北澤豪さんをお招きしています。北澤さん、よろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。さあ北澤さん、今日の見どころをお話しください。そうですね、僕はこの戦いはね、前半から点の取り合いを期待してるんですよね。最初はそういったところに注目していきたいですよね。そうですね、鹿島としては立ち上がりから一気に来る可能性もありますよね。なるほど、今日はそういったところも見どころになるかと思います。さあスタジアムに選手が姿を現します。選手入場です。またピッチの様子を刻々と伝えてくれるのはローラン・バロニーさんです。よろしくお願いいたします。はい、どうもよろしくお願いします。今画面に映りましたが、小笠原今日のキャプテンです。あと少しで試合が始まります。さあ試合が始まりました。大事なところ、後ろへ下げる。激しいチェックに行きます。田代、必要なチェック、プレッシャーを与えます。さあ競っていく。ここはよく守りました。いいでしょう。おお、このパスは通らない。ピンチを逃れました。ここは阻まれました。アントラーズ、結局このボールを奪いました。さあ動きが速くなる。先制のチャンス。おっと抜けてきた。ここで受ける。正面だ。ここはディフェンスされました。前半も15分が過ぎました。いいプレッシャーだ。洗い場、激しいマークを見せます。小笠原。いや、いいカットですね。なかなか前線で攻めあぐねている様子が目立ってきているようですが、ちょっと奪われがちですよね。ここは一人で上がっていきます。ここは精一杯クリアします。さあチャンスを迎えた。ここから上がっていく。ここで受けた。さあ通ったぞ。クロスボール、弾いた。再びチャンスになった。どうする。ここで奪い合う。いいところで受けた。これは外れました。これで試合の流れを受けましたね。確かこの試合初めてのシュートですよね。そのようですね。ここでシュートを最初に放ったのが小笠原。縦にボールが出ました。大事なところ。アントラーズ、今のところ0対0。この時間帯から急に相手を中盤で封じてきていますか。はい、運動量も増えてきましたよね。左へ出した、右へ出した、カット。ライバ、競り合った。細かいボールの奪い合い、なんとかクリア。ここで前半戦が終了します。さあ北澤さん、今のところどう？今後半が始まりました。ファウルとなりました。はたきます。素早く回している。いいプレッシャーだ。どうする？小宮山抜き去ります。さあいけるか。山瀬、詰め寄られました。今よろしいでしょうか。ホーム側ですけど、とにかく早くボールを動かしていくよう指示が飛んだようですね。なるほど、ベンチの声を伝えていただいています。カビラさん、青江側ですけど、ベンチ内の選手に対して何か指示を出してます。ここは動くかもしれませんね。はい、ベンチが慌ただしくなったという情報が入りました。おや、ここで止めましたね。さあこの位置でのフリーキック、いいところでのチャンスを得ました。ここは狙うこともできます。直接狙った。これは惜しい。これは枠の外でした。いや惜しい場面でしたね。マルキーニョス、前線に送られる。読まれた。青木、後ろ。いやー、いいカットですね。シュートに行く。ちょっとよろしいでしょうか。はい、青江側ですけど、ここで2枚目のカードを切ります。7番の選手を下げて、代わりに35番を投入するようですね。そうですか。どうやらベンチに動きが見られるようです。岩松、うまく食い止めます。栗原、かなりいい位置にいたんですが、ボールをもらうことができません。ここに松田。下がったボールは田中。開きますよ。短く出します。ロニー、今日はまだシュートがありません。いい攻撃だ。さあ競っていく。ロスタイムへ突入しました。時間はありません。こういう状況ですから、急いでできるだけ前で回したいところですよね。縦にボールが出て、今後半が終わりました。延長戦です。さあ北澤さん、後半戦の総括をいただきたいと思います。いかがですか？そうですね、本当目が離せない展開でしたから、見ている人も熱くなったと思いますよ。本当にね。さあ延長前半が始まりました。小さく出した。さらに返す。さあ左から上がっていきます。さあで前へ抜けようというところ、ここまで来た。いいですね。攻め上がったんですが、ここはうまくいきません。山瀬、ここで奪われた。いいですね。コース先読みしましたよ。良い守りです。頭で競り合う。ここははたきます。ロペス、パスをつないでいく。松田、詰め寄られた。後ろからチェック。ここで延長前半終了です。さあ延長後半スタートです。さあこの均衡を破ることができるんでしょうか。マルキーニョス、今のはファールです。ちょっと選手たちも興奮してきました。しかし彼は今日こういったシーンが目立ちますね。斉藤、もう一回斉藤、さあどうする、浮かせてきた。ロニー、斉藤、ようやくこの2人のツートップにボールが絡んできています。しかしここは防がれました。ボールは後方へ。自分で持っていく。さあ先制点のチャンスになるか。フォローが欲しい。ここはしかし松田、さあ固まっている。ここはよく守りました。山瀬、大事なところ。ロペス、横へ動きます。まだコースを探しています。センターフォワード斉藤、行くか、遠くから行った。これはファウルの判定。やはり抜けるとチャンスになるところですからね。これはクロスバーよりわずかに上、直接狙ってきましたが枠を取らん。ここで延長後半終了。決着は PK 戦でということになります。さあ北澤さん、延長までの試合を振り返っていただけますか。今日ですね、どちらとも最後まで集中力を保ってプレーした分、拮抗しましたよね。延長後半で少し期待はしてたんですけども、まあ次の再戦ではまた。さあ PK 戦です。アントラーズ、まず1本目を蹴るのは田代。いやポスト、プレッシャーかかりすぎたんでしょうね。ロミ入れてくるか。右端に決めました。ちょっと読み違えたんですかね。アントラーズ、2人目はマルキーニョス、決めなければいけないところでしたからね。ちょっと残念ですね。さあここで差を広げられるか。キーパー正面、今のはどう見ますか。そうですね、気の緩みもあったのかもしれませんね。アントラーズ、3人目は元山。本当にね、落ち着いてますよね。F マリノス、3人目を受けるのはロペス。プレッシャーかかりすぎたんでしょうね。アントラーズ、4人目を受けるのは野澤。今のシュートシーンですがいかがですか。そうですね、動き出しを見て読まれたんでしょうかね。F マリノス、4人目は山瀬。ゴール右隅に決めました。ちょっとね、読みが外れましたよね。アントラーズ、これは絶対決めねばなりません。止めるの難しいですからね。曽ヶ端、ここは止める以外に道はありません。決まった、決めました。これで決着がつきました。アントラーズ、非常に残念ではありますが結果としてこの試合を落としてしまいました。さあ北澤さん、最後は PK 戦での決着となったわけですがいかがですか。はい、最後は PK になりましたけどもね、鹿島としては順調に試合をしてたと思いますよ。ここはね、チームとしてそんなに肩を落とさずに次を目指してほしいですよね。浦和レッズ対ガンバ大阪。この試合の解説は元日本代表ミッドフィルダーの北澤豪さんです。さあ間もなくキックオフです。今開始の笛が鳴りました。前半戦キックオフ。ちょっときついですよね。取り返した。いいですね。うまくスペースを潰しましたよ。後ろからチェック。ここから橋本下げて、ここは水本。チェックされていました。いいプレッシャーだ。明治北川坪井山田、いいところで受けた。ここは誰も走り込んでいません。平川中盤のプレーヤーです。明治詰め寄られた。前方へ平川、後ろからのマーク北川、そこから佐々木高原、エジミウス。これはファウルです。バレー前へボールが出てる。さあ中から行きます。右足シュート。下げて、ここは安田。打ってきた。際どいボール。思いっきり打ってきましたよ。そうですね。見てる感じではね、もっと押し上げたい気もしましたけどね。一旦はたく。短くつなぎます。ここは通りません。また奪った。いいですね。うまくスペースを潰しましたよ。平川。北澤さん、レッド、今のところ0対0。この時間帯から急に相手を中盤で封じてきていますか。そうですね。いい調子ですよね。ここで奪い合う。サイド攻撃を見せましたが、ここは攻めきれませんでした。ガビラさん、ホーム側ですけど、もっと左右のスペースを使っていくよう指示が出ていました。なるほど。さあベンチの状況を伝えてもらっています。サイドからの攻め。ここで前半終了。さあ北澤さん、今のところどうご覧になられますか。浦和としては序盤でいい攻撃を見せ。さあ後半の笛が鳴りました。橋本、遠藤、ここは高原。まだコースを探しています。さあ競っていく。細かいボールの奪い合い。決められない。いやー、それにしても北澤さん、かなり強引に切り込みましたね。そうですね。相手にとってはね、危ないとこだったんですよね。前に出した明治、競り合った。ここで組み立てます。後半も15分が過ぎました。さあこっからだ。ゴールを狙った。イエス。レッツ先制ゴールを決めました。エジミウス、ゴール右隅に決めてきた。試合は後半、得点が動きました。攻撃の形は良かったんじゃないですか。そうですね。ディフェンスがね、ちょっとかぶってしまった分だけ強烈なシュートを打てたというのもあるんでしょうね。先制ゴールで1点を得ています。まあね、1点先制しましたけどもね、安心しすぎると一気に返されることもありますから、その辺は注意したいですよね。この辺から少し前線で止められる回数が増えていますよね。まあそこまで持っていく回数は多いということもありますしね、そこからどうするかでしょうね。キープしています。ダンプベンチで誰かアップを始めているようです。危ないところでファールです。さあゴール前を固めます。絶好のチャンスです。直接来た。さあこの位置でタッチを割りました。行くか。細かいボールの奪い合い。さあ通ったぞ。来たか。バウンド。ここは大きく外しました。いや、決めたかったでしょうね。ガンバ、大事な同点のチャンスでしたが、ここはゴールなりません。エンド。ディフェンスでした。横へ運んでいきます。そこから二川、安田、激しく奪い合います。おー、フィラ。妙子止めた。ダイレクトに行った。さあ北澤さん、遠目から打ってきましたね。ああいった場所から狙うというのもね、手ではありますよね。さあ奪った。いい攻撃だ。タイムアップ。1対0。レッズ1点差で勝利。逃げ切りました。しかし北澤さん、後半になってからようやく試合が動きましたね。前半はちょっと膠着してましたからね。浦和としてはやっぱり後半に挑む上でね、気持ちの面で上回ったところが勝利につながったと思いますよね。そうですね。ではちょっとここで試合を振り返ってみましょう。後半44分、山田豪快なロングシュートを見せてくれました。はい、そうですね。外れてしまったんですけど、絶妙なパスをつなげてシュートという典型的なパターンができてましたよね。そして本日の重要なシーン、後半18分、おっと今出ていますね、エジミウソン、素晴らしいミドルシュートでゴールを決めました。シュートに至るまで素晴らしいパス出ましたから、結果的に抑揚のあるリズムが生まれるんですよね。さあ今度は少しデータを振り返ってみますが、レッズシュート数でも上回っていますね。やはり後半あたりから構成を見せ